Sell and load. さあやっていこうか。バイオ8ビレッジダウンロードコンテンツが始まるよっていうところなので、うれうれうれやつもね、ここに入ってしまったらね、もうね、来れなくなるんでね。はい、おいで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 。ということでね、やっていきましょう。ブルーホースでございます。今回はこいつ戦います。で、戦うといっても一方的にこっちが襲いまくってはめまくるっていうだけなので、あー、くる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 、そう、ここのね、線でね、分かってるんですよ。見つめてはいるんですけど、私は今そこに行くことはできないの。あ、にらめっこし言いましょう。わろたらばけよ、あっぷっぷ、いー、来るなら来いよ。早く来ないんだね。ディーン。ちょちょちょ、開けて開けて開けといて開けといて。そう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 。閉まる閉まる自動ドア。あ、まだいるんだ。じゃあ私はこっち行こう。もうすごいよね、怖いよね、透けてんだよね、川が流れてんだよね。で、まだいる。ああ、いるね。一応城は徘徊してんだな。もう君の命はもうなくなる寸前だというのに。あれ、お尻にはめられたのに何とも感じない。ひい、でーん。あ、もう私のこと相手にしないわよって。あんたみたいなガキなんて私は興味ないからっていう感じ。うん、はっ。あ、来るね来るね。視聴者さんからしたら、そんなことしてる暇があったらさっさと次行けよ、いつまで待ってんのよ。ああ、じゃあ行こうか。はい、もう中身が一体どうなってるのかもさっぱりわからない大聖堂っていうね。すいませんね、本当に。もうこれ本当になんでこうなったんだろうな。最初なんかね、いろいろ見てみたんですよ。こんなことなってるけどどうやったらいいですかみたいなね。これなんか大聖じゃない、アップロードが、できてないとか、パソコンのスペックだとか、なんかいろいろ書かれてたんですけど、パソコンのスペックはね、だって1周目、2周目とかさ、皆さんでさ、去年これを初実況やった時なんかは、普通にね、こんなスケスケじゃなかったわけだし、で、質問に答えてうんぬんかんぬんやってる時もさ、ね、これ誰なんだろうね、ほんと。お父さん?そう、質問に答えながらバイオビレッジをやるっていうことをやってた時も、全然そんなことはなかったわけじゃないですか。で、久々にやってみたら、なんかバージョンアップが、できてなかったら、もしかしたらその可能性があるみたいなことも書かれてたんですけど、今見てみたらね、最新版のバイオビレッジになってるっていうのが見れてたんで、こんなスケスケになることがまずないんだよね。で、久々に遊んで、このパートを始める前に、バイオビレッジの、ミランダ戦のね、ちょろっとだけやったの、最後までやらずに、最後までやったら、面白くなっちゃうから、そう、やったはいいんだけど、その時は普通だったのよ。で、これ今いざ始めてみたら、ずっとこんなスケルトン状態になってるから、あれなんでみたいな。ちょっと不思議なんだよな、出てこないと思うので。一気にブスになった。もともとあんまり綺麗とは思わなかった。なんか違うんだよね。綺麗かどうかっていうよりも、なんかね、塗りたくりすぎてて、なんか本当に化粧って感じだよね。もうちょっとこう、あるじゃん。綺麗な感じの塗り方。おしろいが塗りすぎてさ、どこに浮いてんのって、足下ろせてないでしょ、あなたって。やっと中身に見合う姿になったよ。はい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 、飛んでいって。なんか、殴り殺してやるわって言ってるけど、まあ、殺せるもんなら殺してみやがれってね。おー、来た来た来た。おー。これさ、こっちのなんかこっちの方を撃ってもいいのかな?違ってるのかな?口の方?あ、やばい。ミランダ様以外に私の姿を見たのは、お前が初めてじゃあ、って。まあそうだね、レディの素顔を見たら、それはね、お怒りになるのも分かりますけど、そんなさ、見られたくないんだったら、あんなとこ、なんで、何、しばらの探検だっけ、あれ残してたんだよ、残さずにさ、処分したらよかったじゃん。
でもあれがないと、なんだろう、自分が人間に戻るチャンスをこう逃しちゃうからっていうことだったのかな。なんかすごい、あえてるあえてる、ごめんなさい、なんか一方的にあの彼女を追っかけてるだけなんで。落ちた、落ちた、どうしたらいいかな、これね。これ使っちゃう、ライフル。人間風情が、人間風情がというか人間なんですよ。あー、そうか、風情だね、そりゃそうだね、人間じゃないもんね、兄さん人間やめたもんね。おー近い、おー近い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 、臭そう、あいつ獣臭半端なさそう。あれどこ行った、あ、痛い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 、赤くなってってるね、気のせい、ぐちゃぐちゃに潰してやる。あの、お前のあそこをぐちゃぐちゃにしてあげるけど、あれ違う、おお、ドムテイスクのあの技を食らったらどうなるのか分かんないけど、得意、あれこれ食らってる、おう、ほら、おっぱい揉んであげる、地球どこ。なんか女の人ってやっぱりおっぱい揉まれても気持ちよくないらしいね。うるさい。だからあの気持ちよくないから、そのどっちかってやっぱりあの先っちょを、おうおうおう、なんだ、ああ、そういうことか、先っちょクリクリしてあげたり揉んであげたり、うん、集中してあげる方がやっぱいいらしいですけどね。いやいいよいいよ、肉棒なら食わしてあげるよ、お肉はあげないけど肉棒なら食わしてあげるよ、よいしょ、ほいで、登ってったはいいけど、これでチッいいさ、そう、おい、この間、この私が恐ろしい、あー、恐ろしいというよりもなんかね、やっぱ豊島に興味がないんだよね、恥ずかしがらずに、はい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 、だから肉棒なら食べていいって、お肉はダメ、棒の方ならいい、はい、もう終わって行かなくて、あー、お疲れ様でございました、本当に楽しかった、で、どこやったのよ、あ、これもしかもまだ、あ、違うね、押してる、あー、もうほら重量オーバーだからさ、おぉこれで何のダメージも受けないってことは相当あの羽柔らかいんだろうな。てててて、後ろ羽呪ってやる、やっぱり金婚だからこれあれなんだね、溶けてるんだろうな、呪ってやるって言われて最後迫ってくるのかなと思ったけど、そうでもなかったね。迫られたところでさ、私にはちょっとあなたのような大きくて熟女はちょっともう持て余すからさ、これがちょうどいいところに、あそこにローズの肩か、あのね、かけらが落ちてんだよな。呪われてるのはお前だ。どっか行っちゃったね、本当に。まあ、呪われてるというよりは、なんて言ったらいいんだろうね。もう、犯されてるって言った方がいいのかね。尻尾が長いのね。そうよ、母さんも長いのよ。ん？なんだこれ。うわ。とりあえず取るんだね。で、取ったら開くっていう親切する、オープンセサミ、これでやっと出られる。ローズはいなかったっていうね、残念だけど、これはあれか、いけない、ここ戻れないんだもんね、よし、でセーブポイントがあるんですけど、これこのままの村の方まで戻っていっちゃいましょう。ここなんかある、スクラップ A か、スクラップ A、 でもスクラップ A はいっぱい手に入るんだけど、スク B が手に入らないから、なんだ、依頼された例の細工ができた。洞窟から遺跡にを抜けて。赤い、ああ、ここであの赤い煙突の話は出てきてたのか。おうおう、ここはまた戻ってくるから、いっか。ここはどうせまたやるからね。で、なんか手に入らねえ。いらねえ。ああ、たたたたた。よし、許してやろう。こっちは特にないね。ちょっと待って。2回入ってる。ここは、ここのドアは開かないという位置だね。よし、ちょっと待って。あれ、あれ、こっちじゃなかったっけ、あれ、ああ、そういうことか、そういうことか。忘れてた、忘れてた。ほーら、皆さん。どっかに、どこにでもいるバーが、ねえ。お、ちょっと魚手に入れとかないといけないんだよね。
これで、あれちょっと、あれちょっと待って、どこにいる？オッケー。オッケー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 。お魚さんだよ。違うな。な、あれどんな曲だったっけ？あ、魚、魚、魚。魚池の念と共に捧げん。無限の闇より運命の定めしてが。我らに差し伸べられる。どこにでもいる場合、今いなかったぞ。深夜の月が黒き翼で舞い上がり、最後の明かりを待つの。どうやらボイスレコーダーのようだ。生にも死にもマザーミランダに栄光を。自分に栄光って、覚えてるか。恥ずかしいよね。城じゃ危うく死にかけた。城に向かいに行ったら、この村で一体何が起きてるんだ。死にかけたということは生きてるということ。ああ、そこは確かに一歩にやられましたな。賢者と交わす問答じゃ。それはいいんだよ。とぼけるなよ。まだローズが見つからない。あの子はどこへ連れて行かれた？もう手遅れじゃ。まあね、いや、正しくは手遅れになりかけている。4つバラバラにされてんだもんな。あの子は生贄となる。命に捧ぐため。中世の話じゃあるまい。なんでこの時点でさ、邪魔者であるイーサン、イーサンがいたことによって、このマザーミランダが何か隠したことって何かあったのかな？特にないよね。謎かけしてる場合じゃない。ということを考えると、探してるのは娘だ。ズタズタにされて終わるべきじゃなかったのかな、イーサン、この時点で。謎かけではなくなる。ね、本体やらして心臓ブシュって抜いて、そしたらクリスもまだ来ない時間帯だったわけだからね。そこがちょっともったいないというか、惜しいというか。見覚えが。おう。おい、待ってくれ。そっち行ったって、ねえ。で、またほら、バー。あ、バー、え、は、見た、見たみんな。バーが。バーがあれだよ。ねえ。言葉が出ねえわ。ハウス、ハイゼンベルク。ハイスか。ハイス、ベネビエント。ハイス、ディミティレスク。ハイス、ムロウ。ムロムロ。なんかいろいろあるね、ほんと。いろいろぶら下がってんだよね。こっちは何も特にないかな。じゃあ、ここもアイテムないし、じゃあ行きましょうか。で、ここ行くはいいんだけど、あかちゃかちゃ、あかちゃ、あかちゃ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 、ガチャコン。鍵を外します。で、こっち行って、デュークにちょっと会わないとね。で、とりあえずこいつをね、使い切ってしまおうか。あ、そうか、先に30万集めちゃった方がいいか。で、あとまだ12万しかないんだよな。ここは。なんでかって、ちょっと待って、逃げるなよ。ほら、帰っておいで。帰ってきた。帰ってきてないね。あ、取れる。取れたらもう、あれだよね、スケスケの実だよね。ほんと、スケスケの実食べてみたいなぁ。もう現世でいる力ってさ、もうスケスケの実くらいでいいんじゃないかって思うもんね。あのお城で会ってたよね。で、あっちに大聖堂があってだもんな。で、ここ進んでいくにあたって、奴らが待っている。でぃー。オッケー。あー、なんか、みなぎってる。そう。受けていく？あれはただの死体だ。返事がない。ただの死体のよう。おい。うるさいっちゅうの。もういない？終わり？怖いんだよ。怖いんだよ。ダメージを食らうと大きいからさ。ほら、もう浮いてるだろ？見てごらん。みんな、浮いてるだろ。ここはトーテムがいるんだってだったっけ？そうだね。じゃあ戻っていきましょう。ちょっと背中が痛いのよね。透明の階段を上がっていって。で、あれ？ああ、ここだった。薬液。あれ？ここに敵がいるはずなんだけど、ちょっと見えてない。ああ、お前からスクラップが出てくるのか。スクラッピー、スクラッピー、この人は一体何者？ここで何してたの君。で、スクラップ A かな？はい。で、他は特にアイテムないね。で、確かなんかの鍵を、
手に入れるとこれが手に入るんだけど、これは何の鍵だったっけな、忘れちゃったな。ていうかちょっと待って、こいつなんだっけ、鍵がかかっている。それじゃあ、ああ、なんだあれか、食材が鍵。てかこれも手に入れたからいらないじゃん。よし、じゃあここを開けまして、で龍マッチンの話を聞きマッチン、終わりマッチンやね。はい、最後までご視聴ねしてくれて本当にありがとうございますね。なんとかボス1体目倒すことができたよ、こんな世界線の中でね。なんか村がまともに見えるよね、本当に。右下に聖杯の来ましたね、ここなら会えると思っていました。俺も思ってた、まだ俺だった。そうですか。でも何か手に入れられたのでは。うん、ああ、何かは分からない。なんかよく分かんないけど黄色いの。おや、娘さんがその中にいるじゃないですか。何を言ってる、何を言ってるんだ。よく見てごらんなさい、よくこすってごらんなさい。私も今目の前でしこってみせましょう。ああ、そんなヘッドムカつく。お、ダメでしょ、そんなことしたら。娘の頭だぜ。その瓶には頭部が入っているようですね。娘の頭そんなふうにしちゃダメでしょうよ。もっと優しく扱ってあげなきゃ。そんな、なんで、ローズ様は。ちょっと黙っててくれ。そりゃそうだろうな。うん。普通に考えたら娘が意志バラバラになった。嘘だと言ってくれ。娘さんはまだ死んではいませんよ。でも頭、両腕、胴体、両足。特別な力をお持ちなのです。まあそれはね、二人の娘さんだからな。一体死んでも誰がこんなこと。どんだけ傷つけられてね、斧で。助ける。斧で体を裂かれようが、銃で頭を打ち抜かれようが、生きてるミアの娘だからな。村の西側に赤い煙突の家があります。うん。そこにいる男を訪ねなさい。この話の続きはその後で。もったいぶるなよ。何なのかさっさと答えろ。私を信じなくても結構ですが、娘さんのためです。娘のためですって言われたらもう何とも言いようがないもんね。あ、ちゃんと足の指5本だったねとか、お腹丸出しにしてるけど寒くないのかな。どうぞ好きに。大丈夫なのかな。全てはお客様次第。そうでしょう。わー、脳みそがいっぱい入れてて、ここにすでにもう金婚のあれだ、イブナンバー3って書いてあるから。ただじゃ置かないからな。あれ、イブ、イブだったっけ、娘の。エヴァ、あ、エヴァ、もうイブじゃねえや、エヴァだ。すっとりが。英語読みだったらエヴァだけど、イブだけどさ。はい。じゃあ、とりあえず、このあたりでね、終了とさしておきましょうか。うん。ここでハメハメだけしといてね。いやー、なんか面白くなってきましたね。次のドミトレスク城じゃないや、ドナベネビエントの家で一体どうなってしまうのかっていうところが本当に不思議なあれだけどね、こっちみんな。今のは。はい。ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、次のパートでもお会いできたら嬉しいです。チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して次回パート始まるまでぜひお待ちくださいませ。では、さよなら。またね。